これを180度で30分焼いていきます。はい、こんな感じでございます。はい、こんにちは。今日も北海道から元気にお届けしていきたいと思います。今日はですね、業務スーパーのオートミールでバナナパウンドケーキを作っていきたいと思います。今日もレシピを見ながらやっていくんですが、こちらもとっても簡単にできそうなので、皆さんもぜひこのおうち時間でチャレンジしてみてください。やっていこう。はい、まず用意していくもの、オートミール、おからパウダー、お砂糖、ベーキングパウダー、お塩、卵、バナナ、お水です。やっていこう。はい、まずは測っていきます。オートミール 30g、 おからパウダー 25g、 お砂糖 30g、 お塩ひとつまみ、よく混ぜる。忘れてた、ベーキングパウダー 7g。 次、卵1個を溶く。お水 90g。 バナナ、これは潰します。ではこれをこっちに移してよく混ぜます。見えるかな、こんな感じになりました。これを型に入れて焼いていきます。はい、焼いていきます。はい、入れていきます。はい、これを180度で30分焼いていきます。焼いていこう。焼いているので、また30分後に動画回したいと思います。あとでね。はい、30分経ちました。どんなもんでしょう、出していきましょう。めっちゃ美味しそう、甘いいい匂いがする。焼けてるかな。我が家竹串がないので爪楊枝で。あ、焼けてるね。ちょっと熱いので粗熱を取って、それからいただきます。はい、こんな感じでございます。ではいただきます。はい、ではいただきます。見えるかな。ちょっとね、うちの包丁がやっぱりダメすぎて切り口がボロボロになっちゃった。さて、どんな感じでしょう。うん、楽しみ。うん、本当にボロボロ。いや、ひどい。あのね、バナナの味がしっかりしてて美味しい。実はあの後ですね、1日経ってるんです。冷蔵庫で冷やしてきました。冷蔵庫で冷やすとこうなるのかもしれない。どうなんだろう。え、ひどいひどいひどい。うん、でも本当にバナナの味がしっかりしてて美味しい。あの、混ぜて種になってる状態のやつをご覧いただいたと思うんですけど、あれもうちょっとオートミール入れて
ボタっていう感じの重さぐらいにした方がいいのかもしれない。もしかしたら3時のおやつとかにいいですね。うん、おいしい。ほんと普段お菓子作らないからちょっと個人的にめっちゃ感動なんですけど、ただ一生ボロボロする。このマグカップはダイソーです。ね、今飲んでるお茶がこれに入ってるんですけど、これは業務スーパーでいつだか買ってきた紅茶です。とてもね、美味しいの、飲みやすくて。さて、今回のバナナパウンドケーキはいかがだったでしょうか？お子さんとかもね、学校休みの、ね、方もたくさんいるだろうし、私みたいにね、自宅待機しててね、何か家で作ってみようなんて思ってる方もたくさんいると思うんで、参考のね、一つになったらいいなって思います。今日は以上です。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。また元気にお届けできるように頑張っていきたいと思います。それではまたね。バイバーイ。